西暦10年、1567年、秋月を本拠とする秋月北目覚は、本願山に上場した赤橋秋田目らと共に、大友氏に対して決起した。これに対して、大友総輪は、討伐軍を派遣。別紀秋津率いる二冠の大友軍が、秋月北目覚の巨匠、古書三条に迫る。別紀秋津は、歴史上立花道説の名でも知られる大友軍第一の優勝で、この時55歳。雷に打たれて歩行困難になったものの、輿に乗って指揮を取り、その猛将ぶりから、イカズチの化身の異名で恐れられた。イカズチの化身とか、レインボーマンかよ。あれは黄金の化身だったか。秋月種実にとっては、まさに正念場だにゃ。別紀秋津らが雷に打たれたのは、若い頃だったと記す資料がある一方、この秋月討伐戦や直後の立花山城の戦いでは、自ら槍を振るって奮戦したという記録もあり、いつ雷に打たれたのかはっきりしない。もしかしたら実は単に年のせいで輿に乗って指揮を取るようになっただけの可能性もある。それはさておき、大友軍は古書三条の前衛である安来賀城を攻め落とし、ここに陣を張り、別紀秋津らが後ろ備えとなった。また臼杵義弘両将はさらに進んで秋月の集落間近の道場山観音岳に布陣した。この地図に描かれている福岳城は、別名観音岳城ともいい、秋月24城という秋月氏の市城の一つだ。福岳城が築かれた観音岳の北東の突端に、現在は宮地武神社があって、江戸時代には時を告げる金櫓が設置されていたんだにゃ。秋月小学校を挟んだ南のピークに野添観音堂があるので、多分それが名前の由来なんだにゃ。ここで大友軍は持久戦に持ち込み、古書三条の糧食が尽きるのを待つことにした。古書三条は登るだけでもしんどいからにゃ。しかしそうしているうちに、毛利軍本体が九州に侵攻してくるという噂が立つようになり、長野、紀伊、阿蘇ら北九州の諸将はなんだかんだ理由をつけて家に帰ってしまった。どんな言い訳をして帰ったのかにゃ。なんでも毛利軍が迫っているとか。うちは通り道に当たるんで、土地まりが心配なんで帰らせていただきたい。うむ、やぶおえんの。なんでも毛利軍が迫っているとか。母ちゃんとガキが心配なんで帰らせていただきたい。うむ、仕方ないの。うんこしたいんで帰りますね。その辺がしろや。下ネタで落としていたが、現実問題として3万もの軍勢の糞尿処理ってどうしていたんだ。穴を掘って埋めるとか、海が近ければ海に捨てるとかしていたみたいだが、処理に当たらされるのは地元の庶民だ。戦となると地元民はいろいろと大変だよ。3万人分のウコとか、想像するだに恐ろしいにゃ。話を戻そう。このような事態に対処するため、大友軍は一旦筑後川まで引くことにした。初戦で敗れたものの、戦意の衰えていない秋月種実はこの大友軍交代の動きを察知すると、4000の兵を持って完全と夜襲を仕掛けた。夜襲を受けた臼杵義弘の兵は混乱したまま後方の安来賀城の陣地へ逃げ込んだが、別紀秋津らの兵はこれを敵の夜襲と勘違いし、同士討ちとなってしまった。敵の夜襲だ。落ち着け、バカ者、あれは味方だ。夜襲だ、夜襲だ。
落ち着けと言っておる。デッキアキツラは混乱する兵士たちをまとめ反撃しつつ筑後山沼城へ後退したが、弟5人をはじめ多くの一族を失ってしまった。父と兄の恨みを晴らすことができたにゃ。うんうん。この戦いを歴史上休み松の戦いまたは休み松合戦という。秋月種実はこの休み松合戦の勝利で反大友勢力に勇気を与えることができた。野郎ども、勝ち時を上げろ。えいえい。おお。休みが城は朝倉市街を見下ろす300メートルの山城で、麓の天城公園から大平山とつながって登山道が整備されているんだにゃ。天城公園は天城駅から約 2km あるけど、 JR 二日市駅または西鉄朝倉街道駅から天城営業所行きの西鉄バスに乗って終点で降りると徒歩10分程度なんだにゃ。本数は少ないけど福岡市街から直通バスもあるんだにゃ。デッキやキツラが後退した山熊城は休みが城の西約 8km、 平地の中のこんもりとした標高 130m の小山なんだにゃ。麓の城山公園から登山道が整備されており、城山公園へは天城鉄道西立新井駅から約 2km なんだにゃ。また西の麓には花立山穴観音古墳という前方後円墳があって、入り口が開いているんだにゃ。しかしこの勝利も局地的なものに過ぎなかった。大友軍の包囲は続き、食料事情は厳しさを増していく。古書三条と尾根続きの旨味だけも大友軍に占拠されてしまう。大友軍が北を経由して筑前に来ると、秋月は最前線だからにゃ。永禄11年1568年4月、立花山城城主の立花明俊が高橋明為の説得によって大友氏に反旗を翻す。立花山城は大友氏にとって筑前での重要拠点だったようにゃ。これは大きいんじゃないか。確かに反大友連合にとっては大きな功名だったが、3ヶ月後に立花氏家臣の手引きを受けた大友軍によって立花山城は落城してしまった。立花明俊が逃亡中追い詰められて自害した。大友を裏切った立花明俊は自分の家臣に裏切られたのか。せっかくのチャンスを生かせなかったにゃ。この立花山城落城に気落ちしたのか、秋月種実は高橋明為にすまないと思いつつ大友に降伏を決意する。せっかく休み松の戦いで勝利したのに、大局的な流れには逆らえなかったか。宝満山城包囲を続け、毛利軍の侵攻に警戒しつつ、佐賀の龍造寺高信にも対処しなければならない状況のためか、大友の秋月に対する処置は意外にも寛大で、所領を安堵された。それは運が良かったにゃ。やっと九州に侵攻してきた吉川元春、小早川高景ら毛利軍は、立花山城を取り返したものの、大友軍と激しい攻防を経た後、膠着状態に陥ってしまう。来るの遅いだろ。立花山城が落ちる前に来ていれば。毛利はそれまで伊予に出兵していて、休む間もなく九州に来たんだけどね。永禄12年1569年10月、大友宗麟は膠着状態を打破すべく、文庫に亡命していた大内輝広を海路周防に送り込んで、大内氏最高ののろしを上げさせた。後輩を疲れた毛利軍はこの危機的状況に対処するため九州から撤退してしまった。なんか都合よく出てきたけど、そいつなんで文庫にいたの？大内輝広は大内義隆のいとこにあたる。義隆の父義興の時、弟の隆広と家督争いがあって敗れた隆広は大友氏を頼って文庫に亡命した。その隆広の息子が輝広で、
彼は文語で生まれたというわけ。わかったか。こんなこともあろうかと、タダ飯を食わせていたわけか。どんなポンクラが役に立つか、わからんものだにゃ。まさに、地下、奥べし、というやつだな。話を戻そう。強力な後ろ盾を失った高橋明胤ら筑前諸将は、やむなく大友氏に降伏した。高橋明胤は、一族の取りなしもあって除名されたものの、領地、家督没収の上追放された。城主不在となった宝満山城には、吉弘明直の次男、重政が、高橋氏の名跡を継いで入り、高橋城運となった。同じく、城主不在の立花山城には、別紀明面が、立花氏の名跡を継いで入城し、立花道説となった。この頃が大友氏の最盛期で、秋月種実にとっては、至福の時となる。無念だにゃー。時は、流れて、天正6年、1578年、大友氏は、日向耳川の戦いで島津氏に大敗した。大友氏が、多くの重臣を失い、衰退の兆しを見せると、秋月種実は、再度大友氏に反抗する。この頃の毛利氏は、輝元に代が変わり、織田信長との抗争に突入していたため、頼ることはできない。代わって、肥前で勢力伸長著しい、龍造寺高信と手を結んだ。筑紫広門と共に、太宰府に侵攻し、岩屋城を攻めたが、城を守る高橋城運の激しい抵抗に遭い、攻めあぐんでいるところを、立花道説の援軍に攻撃されたため、秋月、筑紫連合軍は崩れたとか。退却する際、兵が火を放ったため、火は寒風に煽られて燃え広がり、太宰府天満宮をことごとく焼き尽くしてしまった。その後、秋月種実は神罰を恐れ、陳謝するとともに放火した兵に切腹を命じた。秋月種実は何度も太宰府周辺に攻め込んだが、立花道説と高橋城運によってことごとく退けられてしまった。しかし攻守逆転したのは事実と言えよう。ある時、博多で歌舞伎興行が行われた際、秋月種実は僧侶に扮し、お忍びで見物に出かけた。これを立花道説の家臣の一人が知ることとなった。秋月めが博多の歌舞伎興行に見物に来ております。自分に任せていただければ秋月めを討ち取ってまいりましょう。心の汚い集め、秋月ほどの大将は戦場で討ち取ってこそ武士の本懐というものだ。あれ、雷がない。下がれ、下ろう。天正13年、1585年9月、立花道説は、出陣中の筑後で、73歳の生涯を終えた。彼の遺骸が立花山城へ移送される際、秋月種実は、その隙に乗じることなく、敬意を持って見送ったという。秋月種実にとって、立花道説こと別紀明面は、休松の戦い以来、最も多く戦った因縁の宿敵だったと言えるだろう。聞いてたか？イカズチの化身、死んだか。一つの時代が終わった感じがするにゃ。しかし、秋月種実にとって、生涯最大の危機が、これからやってくるのだ。